にちは、小太郎です、はい、今日もワンワンやっていきたいと思います、はい、ということで今日はこちらの方とワンワンさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。お前さんです、こちらの方ですね、気まぐれハイタッチというチャンネル YouTube をやられていて、よく気まぐれピックアップって言って主催してる方です。ピックアップゲームを知ってる方も多いと思います、はい、で主催してるんですけど、しっかり実力もあって、はい、フルコート21っていう、まあ、ワンオンワンの大会みたいので一応東京で優勝されてるということで、いやもうすごいですよ。ワンオンワン大会じゃなくね、フルコート21って。私はもう1対1対1で5人ぐらい、お茶混ぜ5人ぐらいで全員的なやつがフルコート21。めっちゃ知ったかすんよ。帰れ帰れ、使うわ。あ、ということで、さすがに9点マッチと1点マッチから選んだ。じゃあ、11。あ、おめでとうございます。どうした？あいつ今日気抜けてる気かもしれない。ウォー。ウォー。2-1。これ戸部さんシュートだな。戸部さんシュートだな。2-1。これが入るんです。おー、惜しい。おお、おお、えぐい。それはえぐい。それはえぐい。それ止めらんないな。うおお、三人。うおお。今5、うん、おうおう、
わー、入らん。スリーでゲームだ。来た。わあ！ふう！いや、負けたよ。負けたよ。何言ってる。いや、スリー最後じゃない。あるな。いや、まあ、これね。これね。あれ、これの差だね、だって。9対11で2も決められた。確かに、その差だね。その差だね。そこでかいっぽいっすよ。なるほど。よろしければ気まぐれピックアップ概要欄に貼っておくのでチェックお願いします。ぜひ誰でも募集します。ありがとうございました。